はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。連休中もですね、プニプニやりまくりです。おっと、スコアタックで来ましたね。プレズンブレイカーがゲットできました。これはですね、僕持っていないんで、これはむちゃむちゃ嬉しいね。新キャラ来ました、 SS ランク。そして秘伝書付きできました。これね、ずっと使いたかったんですよ。今更感あるけどね、プレズンブレイカーまさかゲットできるとは。ちょっとね、これは育成して育っててね、使っていきたいなと思います。友達になりました。不気味ですね。やったぜ、辞典が埋まりました。さあ、そしてですね、これ2200万ダウンロード記念ということで、お祭りコイン2200万がですね配布される。しかも毎日配布されるということで、今日はね、ちょっとこれワンチャン狙っていきたいなと思います。これはね、ちょっと夢あるよね。中身確認していきましょうか。ダブルゼータがまさかの22体入ってるということで、これね、僕持っていないキャラね、例えば学校がエンマとかね、必須級のキャラ入ってるんで、ちょっとこれはね、4日間でワンチャン狙っていきたい。他にもですね、持っていないキャラ結構たくさんあります。しかも使えるキャラがさ、揃ってんじゃねえか。おっと、ランク Z もあるよ。ミケッティオとかね、欲しい、むちゃむちゃ欲しい。お祭り姫も入っています。そして SS ランク、結構ね、古いキャラもね、使えるキャラ入ってますね。 S ランクもあります。おっと、 A ランクもあるぞ。おっと、 B ランクまで入っているアイテム入りということで、ちょっとこれは行きましょうか。差が激しいよね。 B はやめて。行くぜ、オルジュス。おっと、青いスカイ。おっと、 B 来ましたね。ロポノコです。しかもこれは微妙っすね。ギギギスマイル、技レベル上げていきます。さあ、それではね、今の状況なんですけども、クラマに勝った回数40回まで来ました。もう限界です。クラマが倒せねえ。そしてウィスソーロー氏に勝った回数は10回ですね。ということで、ウィスソーロー氏ゲットしました。今日はですね、この天道竜神帝ね、仲間にしたいなと思います。ちょっといろんなパーティーでやっていきます。闇マロですね、今回隠しステージでゲットできます。なんとかですね、限界突破10のマックス強化までしました。これね、ダメか使えるんですよ。かなりカットできます。激ドラゴンですね、攻撃力をアップする。これもね、93ポイントかなり倍率が高い。そして竜太正義、攻撃力をアップしデカプニを作る。これもね、使っていきましょうか。ダブルスキルがあります。クリスタルヤマタンですね、ニョロロンの種族効果アップということで入れておきましょう。そして今回のアタッカーはウィスソーロー氏、技レベル3です。3あたりがね、お手頃でいいんじゃないでしょうか。さあ、こんなパーティーでいきます。さあ、封印は全て行いました。なので HP は下がりました。まあ、121万ということで、下がっても100万超えなので、まあ、バフいるんだけどね、攻撃力アップを重ねがけしないとね、ちょっと届きにくいかなと思います。で、反撃も909でかなりあるので、やっぱダメかあった方が倒しやすいかなと思います。この闇マロでですね、ほぼほぼダメージね、カットできます。なので闇マロね、持っていない方は隠しステージを周回して、まあ、育成しておくと今後もね、かなり使えるんじゃないでしょうか。さあ、行きましょうか。さあ、ダメージカットしつつ攻撃力アップ、そして重ねがけします。そしてさあ、ウィスソーロー氏、さあ、好物与えます。さあ、仲間になってほしい。トリプルゼータ、いきましたね。まあ、結構余裕ありましたね。落ちません、なかなかしぶとい。長期戦か。さ
あ次はですね、攻撃力アッププラスダメージカット自慢ハッタン使っていきましょうか。まあ使いやすいよね、ニョロロン族だしね。あと HP 高めのねキャラでちょっと稼ぎます。自慢ハッタン今技レベル4ですね。攻撃力をアップしダメージを減らす、つながりやすくなるスキルもね非常に使いやすい。そしてシンディ・ジェイ攻撃力アップです。マムシ行事プニを整理する。ネズミ男結構好きなんですよ。ニョロロンです。さあこんなパーティーでいきましょうか。まあ、攻撃力アップ重ね掛けするんだけど、攻撃力アッププラスダメージカットキャラの方が、まあ、反撃がねちょっと厳しいんで、まあ少しでもちょっと時間稼いでねゆっくりとパズルできるんじゃないかなと思います。まあ後のキャラはね、まあいるだけっていやいるだけみたいな感じにはなってくるんだけど、さあまずつないでいきます。このつながりやすくなるスキルもね非常に使いやすい。さあデカブに作っておいていきましょうか。さあ攻撃力アッププラスダメージカート重ね掛けします。そしてアタッカーのウィスさん、さあ鉱物与えます。そろそろ仲間になってほしい。いきましたね、これ結構おすすめです。おっとアイテム来た、これはちょっとテンション上がりますね。アイテムも落とすのかい。さあパーティー変えましょう。次はこんなパーティー、デアファルコンですね。攻撃力大幅にアップする、技ゲージがアップする。そしてサトバリュータ正義攻撃力アッププラスデカプニを作る、重ね掛けします。強力なね攻撃力アップをね重ね掛けすることによって、まあ、フィーバータイム外でも倒せるんじゃないか。そして発動シーンウィスパー、こちらはニョロロンの種族効果アップ。クリスタルヤマタン、こちらもニョロロンの種族効果アップ。さあこんなパーティーでいきます。まあフィーバータイム外で倒せれば、まあその方がさ高速周回できるし、まあ攻略としてはありなんじゃないかなと思います。まあドロップ率とかにもよるんだけど、アイテムも落としそうなんで、まあ周回もありっていやありだよね。さあ攻撃は812、結構痛い。あと技ゲージ吸収もいやらしいよね。さあ貯めました、攻撃力アップ重ね掛けします。そしてさあウィスパーいきます。いきましたね、119万、まあちょうどいきました。なるほど、さあちょっとね夏希キャラ入れて、ちょっとこの天童さんね仲間にしていきたいなと思います。さあチョコリーナ入れました。今回必殺技の効果無効ではないので、まあ夏希だとかねアイテムドロップ率アップなんかのキャラもまあ有効っていや有効だよね。まあちょっと余裕がないと打てないんだけど、まあさっきの感じだとまあ、ダメか打って攻撃力アップ打ってフィーバータイム中に打てば、まあまあそんなに無理なくね周回できるんじゃないかなと思います。まあ手間的にもそんなに変わらないし、まあ効果があるのであればありっていやありですね。まあただちょっと技ゲージ吸収とかいやらしいよね。さあデカプに作っておいて、さあダメか打ちます。そして攻撃力アップ、そしてデカプリの技ゲージを送って貯める。さあこれでチョコリーナ溜まりました、夏希。そして
さあ打ちました。121行きましたね。好物与えます。夏木効果あるのか。さあものすごく夏木ました。夏木マックス。さあ来てほしい。天童さんほんと欲しいよね。おっとアイテム付きで来ましたね。これはちょっとありなんじゃないの。さあ1体目の天童さんトリプルゼータ。まあここまでねおはじきとかいろいろ大変でしたけども来ましたよ。さあ天童さんねセンターに入れて育成しながらね行きましょうか。パズルで獲得 Y ポイントアップ来たぜ。そして全消しプラスボーナス玉を作る。ボーナス玉の数は3個です。そして G も打てます。技ゲージが溜まる。これもなんか非常に有効なスキルだよね。さあ行きましょうか。天童さん使ってね行きます。この全消しプラスボーナス玉を作るキャラっていうのはね、まあ暴走エンマみたいなスキルだけど、この玉の数が3個っていうのがまた暴走エンマ2個だからね、3個っていうのはちょっとワクワクするよね。そしてこのボーナス玉を作るようなね星取りのミッションとかね、そういう時でも使えるよね。なかなかちょっと今後いろんなとこで使えそうな感じがします。まあちょっとトリプルゼータはね育成も大変なんだよな。とりあえずちょっと何体か落としてさ技レベルを上げておきたいね。ちょっと秘伝書もねないのでもうドロップで上げるしかねえっていうね。今回ね、まあ、いろんなキャラのねちょっと技レベル上げたんでいきます。攻撃力アップ、そして技ゲージを貯める。さあ天童さん、おっむっちゃギミックかっこいい。なんだこれボーナス玉なんかちょっとでかい。あでもでかいの来たね。そしてウィッソーローシー、やっぱこのでかボーナス玉やべえわ。さあ好物与えます。さあ来てほしい。187いったね。杖フィニッシュいきました。さあカモン。おっと秘伝書付きできました。これはちょっとテンション上がるわ。ちっちゃいけどね。さあ妖怪レベルも上げていく。そして来ました、2体目の天道龍神天。技レベル上げていきます。これはちょっとテンション上がる。さあおはじきバトルでね使ってみたいなと思います。さあこれで獲得 Y ポイントアップキャラ2体入れててね行きます。でクラマに対する特攻はないので、まあ不気味3体にはなるんだけど、ちょっとこれダメージ出ねえな。135ダメージが全然出ません。やばいぐらいに出ません。ちょっと今回はねクラマもしかしたらレベル50まで到達できないんじゃねっていう気がする。まだ41だからね。41でもえぐいな。32600ってなんだよ。もう今回は何なの。おはじきがね難しすぎるね。もうおはじきで積んでる。740。そしてこの辺りのねもうダブルゼータのさ強キャラでこれしかダメージ出ないっていうのもね。1580。そしてベリアルいきます。意外とダメージの出るベリアル。さあこれでどうだ。778。とあんまり HP ゲージ動いてねえな。さあこれで3300です。そして87ポイント、ちょっと上がりましたね。